はい、3万円からの投資生活なんですが、ですね、ちょっと時間が空いてしまって、9月29日になってます。まあ、バタバタしてたのと、ちょっと集中してたりとかしましてですね、間が空いてしまいました。というのと、何を買おうかなっていうのを決めかねてたところもありましてですね、ちょっと期間が空いてしまったんですが、難しいところなんですよね。原油がですね、昨日、まあ、OPEC の方の、減産合意ということで、急騰してますんで、原油の ETF とか見てみますか。ちょっと見たいのが、まずは、1699。ちょっともう完全逆張りで、まあこれ原油1倍なんで、見えるかな。こんな感じですかね。ちっちゃいですが、まあ、今日 5.6% これで上がっているっていうような形です。まあ、おおむねこんなような形で、まあ、推移しているっていうわけじゃないんですけどね。原油、まあ今47ドルというところなんで、で、50ドルぐらいになるとシェールガスの、採掘の方が進むという話があるので、まあ、50ドルちょっと壁になるのかなというような気がするんですね。ということで原油はちょっと下げてくるんじゃ、まあ、一旦ね、あんまり長期で持ちたくはないですけど、短期的にはいいんじゃないかということで、この原油ベア、14,200円で出したらつかないですかね。どうなんだろう。ちょっと11,200円で出してダメだったらちょっとこう引け間際になってダメなようならちょっとまた考えます。トコムのですね、原油の価格参照してますが、の原油ベア ETN。2039ですね。2株14,200円でとりあえず出してみたいと思います。ということで、またできましたらですね。見てみたいと思います。はい。その後ですね、注文出しまして、14,200円でできました。1万2株2口ですね。ということで、まあ今後原油で緩やかに上がっていくというような見方が大勢ですので、ちょっとあんまり長期で勝負できるようなところではないので、なるべくね早めに、抜けられればなと思っています。というところで9月29日、3万円からの投資生活でした。はい、3万円からの投資生活、9月30日ですね、上半期最終日となりました。ということで、原油 WTI ベアの2日目ですね、まあ、関係ないっちゃ関係ないですけど、ちょっと相場全体見るために日経金を見たいと思います。で、日経金が今日は243円87銭安、16,449円84銭ということで、1.46% 下落。まあ、おそらく、日銀のね、ETF 買いが入った中でもですね、下落しているということで、5分足チャートこんな形ですね。
今日の部分がここ。よいしょ。というような形で冴えない展開でした。再びドイツ銀行の懸念と金融不安という話になってきましたんでね。まあどうなるかというところですが、原油、WTI ベアですね。見てみましょう。はい、こちらです。今日は終わりに40円高ですね。14,180円。0.28% ということで、結局プラスで返ってきてるんですね。原油自体は、15時ちょっと過ぎた、時間で今47ドル48セントっていう状況です。5分足見ましょうか。5分足で、まあまあずっと安かったよっていうところですけど、徐々に、原油の値段が下がってきたなっていうような形、逆にね、ベア型なので、この ETL の価格は上がってきたよっていうような展開でした。ということで、ネクストノーツ、日経、あ、これトコムなんですね。はい。すいません、全然いい。WTA じゃなかった。トコム原油ベア ETN、2039。トコムなんか東京商品取引所でしたっけ？の2株、2口、取得益金14,200円なので、で、評価単価、今日の終わりに14,180円ということで、評価損益はマイナス40円ということで、ちょっとね、ヒヤヒヤっと午前中はしたんですけど、おめのか上がったなっていうか、48ドル台入ってきたんで、原油が。これいかんかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと相場全体的に今日はリスクオフモードということで、そこまで影響なく、まあ、昨日の終わり値からするとプラスで終わってるということですからね。まあ、週明けどのような展開になるか、まあ、週末でね、いろいろ動きがあるかもしれないので、また見てみたいと思います。という、日経とこの原油ベア。